まれましたか？元気な男の子ですよ。ありがとうございます。あれ？わー。てさ、最近ムクムクと太っちゃって。いや、それはどんまい。彼氏にも振られちゃってさ。フラン。あれ？え、なに？化け物。化け物。キャー。ふん、やれやれ、また人を驚かせてしまった。食べ物を探しに街に出てきただけなのに、みんな俺に恐れをののいてるのか。みんなと同じように、家族と暮らして、友達と仲良くしたいな。こんな体でさえなければ、こう見えて、俺は人から生まれた立派な人間なんだ。意味わかんねえだろ。だけど、突然戦意で俺だけゴキブリの姿で生まれてしまったんだ。母親はゴキブリ人間を産んだショックで自殺して、それで父親は俺を憎んで激しい虐待をされた。そして5歳の夏。出ていけ。二度と俺の前に姿を見せるな。父親からの強い殺意を感じ、家を追い出された。あの家へ戻ればまた虐待の日々が始まる。そのぐらいなら外で浮浪している方がまだマシかもしれない。キャー！まずい、人だ。って、何するんですか？やばい、すごくでかいゴキブリがいる。近づいてはダメだ。違います、僕は人を襲う気は全くないんです。てかなんなら僕も人です。ゴキブリが喋った。うわぁ。は？山へ戻るか。もうこの山に来て10年か。もう3ヶ月は何も食ってないな。生命力もゴキブリ並みだからなんとかなっているが、いい加減空腹がやばい。また誰かが雑誌を捨てている。よし、これで情報収集ができる。しかし僕の知らないうちにこの山にも人が訪れているということか。また山を変えた方がいいかもしれない。雨だ。寒い。暖かい場所に行きたい。家にいた頃は、お父さんの暴力はきつかったけど部屋は暖かかったな。お父さん、お母さん。なんで、僕は、ただ生まれただけなのに。なんで、こんなに、嫌われなきゃいけないんですか。幼稚園にも行きたかったし、小学校にも、中学校にも、高校にだって、入るためなら、いくらだって勉強したのに、どうして僕だけ、一人ぼっちなの。誰？こんな山奥で。石を投げるのはやめてください。で、あなた、何してるの？ここに住んでるんです。いや、マジで言ってる。僕を見て何も思わないんですか？いや、すごい虫みたいな見た目してるなぁとは思うけど。虫が喋ってるとか、地球外生命体だとか言って怖がったりしないんですか？宇宙人や虫がグズグズ泣くわけないでしょ。君、名前は？僕、自分の名前知らないんです。君、いろいろあったのね。このままじゃ死んじゃうから私の家に来て。久しぶりに人の住む家に入った。ソファー、柔らかい。今にも寝てしまいそうだ。この部屋、すごくいい香り。ご飯できたよ。ご飯なんて作ってくれたんですか？いただきます。どう？美味しい？ちょっと、なんで黙ってるの？もしかしてダメだった？僕は、長い間まともなご飯を食っていなかった。山で暮らしていた時はそこら辺の雑草を食べたり、川の水で耐え忍んでいた。しかしそのことよりも、小さい頃のことを思い出した。僕の覚えている限りでは一度だけ、お父さんの食べ残したスープを食べさせてもらったことがあった。僕はお父さんに憎まれていたから、テーブルで食べさせてもらえず、床に置かれた美味しそうなスープに、犬のように飛びついた。スープはすっかり冷め切っていたけど、とても美味しかった。でも、お父さんが食べているスープは、湯気が出て、とても温かそうで、それがただただ羨ましかった。くしくもこのスープは、あの日お父さんからもらったのと同じコンソメスープだった。でもあのスープとは違う、ちゃんと温かいスープ。その温かさが体に染み渡るのを感じた瞬間、気づいたら涙が止まらなくなっていた。そんなことがあったの、よく耐えたわね。だからあんな山の奥で。はい。なるべく人に見つかりたくなかったんです。そういえばあなたの名前を伺っていませんでしたね。私はマミ。高校2年生。あなたとは2つ上になるわね。マミさんはなんであんな山奥に？あの山の上にね、実はおじいちゃんの家があったの。ちょっと用事でね。ってことはあそこにはやっぱり人か。大丈夫よ。おじいちゃん優しいから人の言葉を話す生き物に乱暴したりしないよ。はこれからどうするかはゆっくり考えて、しばらくはこの家で暮らして。そしたら、マミさん、この家にお友達とか連れてくるとき僕がいたら迷惑じゃないですか。もう、そんな心配をしてよ。だったらこうすればいいのよ。マミさん。これだったら人に怖がられないわ。何ですかこれ。何って、コスプレ。まあ、確かに、僕人間なのに今まで服を着てませんでしたね。そういうこと。あなたに唯一、罪があるとすれば今まで全裸で生活してたことね。罪って言い方しなくていいじゃないですか。今日は早速親友のユーナが家に来るから、頑張ってね。大丈夫、ユーナ怖がってたらしっかり説明するから。はい。入って、どうぞ。マミ、久しぶりにこの家来た。この前彼氏と別れちゃってさ。そうなの？一回愚痴聞いてやるよ。マミ、そのでっかい虫みたいなの何？
すぐそこの道端で拾ってきたペットよ。かわいい。それつけてるの、うさ耳でしょ。は、はい、そうです。待って、めっちゃ流暢に喋るんだけど、こいつ、何者？言うな、その子はね。そんなことがあったのね。大変だったでしょ。マミはかなりの変人だから嫌になったら私の家に来ていいよ。それはお互い様やろが。このまま一生孤独で、全てを避けるように生きていかなければならないと思ってた。だけど答えは簡単だったんだ。もう一度家に戻れるかはわからない。どんな人生になるかもまだ全然見当もつかない。だけどこれだけは言える。絶望まみれだった人生に、ようやく希望の二文字が見えてきたと。やあ、クソでかいゴキブリがいる。いやそっちは怖いのかよ。